はい、こんにちは、ストーンレイク直子です。今日は早春のリースを書きながら立春の知恵袋をやっていこうと思います。この動画では早春のお花のリースを書きながら初心者用のグラデーションの書き方などを説明したり、花言葉や誕生花のお話をします。そして後半で立春の知恵袋、立春の意味や由来などをお話ししますので、ぜひ最後まで見ていってください。今日使用するお道具は顔彩の具、ジェルペン、面相筆3本と画線紙です。画線紙ははがきサイズに切ったものを使用しています。まずはリースの描き方のお話をします。リースの枠をジェルペンで描いてみました。私はお皿を利用して丸を描いてますが、好きな大きさの丸であればいいと思います。まずこんな感じの椿の花を描くのですが、花びらを大きく描いてグラデーションを出すので、グラデーションの出し方のお話を先にしたいと思います。面相筆の大きいものに根元まで薄い色をたっぷりつけて、少しだけ水分を外してから使います。こうすることで筆全体的に薄い色が入っています。そして筆の先の方に濃い色を入れていくんですけども、筆そのものの中にグラデーションを入れていっているという感じですね。で、一番先の方にだけ、本当に1本ぐらいだけに一番濃い色を入れるというイメージです。はい、筆の中にグラデが出来上がっているので、筆を寝かせて側面を使えばグラデができます。ちょっと1枚目イマイチでしたが、グラデはこんな風にうまくいかないこともありますが大丈夫です。少しお手間ですが、花びらを描くたびに薄い色を入れて、濃い色を筆先にだけに入れるように気をつけています。ちょっと難しそうですができますよ。グラデを出すために一回一回筆の中にグラデをつける地道な作業ですけれど、綺麗にできるとすごく嬉しいです。はい、これ椿ですね。椿の話をします。花言葉は色によって違うみたいですが、椿全般の花言葉は控えめな優しさとか誇りです。ちなみに赤の椿の花言葉は控えめな素晴らしさ、気取らない優美さ、謙虚な美徳。そして1月の2日が誕生花のようですよ。はい、次にボケの花を描いていきます。ボケの花は丸っこいので小さな水玉のようなイメージで描きました。ちなみにこのリースに描いているお花は、私が住んでいるオレゴン州ポートランドでも早春に咲くお花を選んで描いています。2月5日と2月17日が誕生花の日になります。この辺りから梅を描いていますね。梅はこの季節よく描くのですが、今日は紅梅を描いています。ボケの花に合わせて丸っこく描いてみました。花びらは5枚。梅全般の花言葉は高潔、忍耐、忠実なので、誕生花にも多く使われています。早春は2月1日や7日が誕生花になっています。ではそろそろ知恵袋をやっていきますね。立春の知恵袋を今日はやっていきたいと思います。ここ36年間ずっと2月4日が立春だったんですが、今年2021年は2月の3日だそうです。あ、すいません、ここからちょっと蓮華を描いてますね。蓮華が花びら4枚でツンとしてるので星みたいな形になってます。星でね、埋め尽くすようにいっぱい描いてますよ。蓮華の花言葉は期待と希望。そして2月の12日、3月の22日が誕生花になっています。すみません、話が逸れてしまいましたが、立春の知恵袋に話を戻したいと思います。立春とは何か調べました。そうしたらですね、二十四節気において春の始まりを告げる日ということですが、ではその二十四節気とは何かというお話なんですけれど、紀元前の中国で生まれた太陽の動きに基づいた暦カレンダーだそうなんですね。一年を24の季節に等分に分けて農業の目安として使われていたそうです。日本では平安時代から使われていたそうなんですけど、ということは1000年以上前からですよね。すごいですね。長いです。で、一年を4つに分けて、さらにそれを6つに分けることで24に分けているそうで、で、昔は二十四季という名前で呼ばれていたそうです。二十四節気については奥がとても深いので、また別の動画で作ろうかなと思いますが、すみません、立春の話に戻りますね。立春の頃って一年で一番寒い時期ですよね。
立春は暦の上では春の始まりって言われるんですけど、こんなに寒いのに春の実感が湧きませんよね。でも寒さのピークから春に変わる時期なんですって。この立春の頃は気温は低いのですが、実は冬至の頃に比べると日の出が10分早くて日の入りは40分遅くなってるので、昼間の時間がなんと50分も長くなってるんです。だから木の芽とかも出てきてますよね。ちなみに冬至は12月21ということは1ヶ月と2週間で1時間余りも違うんですね。さて絵の方ですが、今緑を所々に入れています。新緑には少し早い季節なので少しだけ新芽をイメージして描きました。立春大吉ってご存知ですか？私聞いたことはありましたが、よく知らなかったので調べてみました。なんだか言葉の響きだけで縁起がいい感じがしますよね。禅宗のお寺などで立春大吉と書かれたお札をお家やお部屋の入り口に貼る習慣があるそうです。一年の始まりに祥雲来福を願う意味があるらしいですよ。はい、絵の方はこの辺から花粉や花芯など細かいところを描いて一番最後の仕上げに入っていきました。花粉を描いてから花芯を描きましょうね。立春を超えると確実に春が近づいてきます。寒さも少し、もう少しの辛抱ですね。日本では立春の後に吹く強い風を春一番と言いますよね。ここポートランドではまだまだ雨が多い時期です。春一番っていうとまだ先の話だなという気がしますが、でも一日中雨ということもないので晴れ間が出ると本当に感謝です。そして立春とは違いますが、春分ってありますよね。春分も二十四季の一つで、だいたい3月の23日頃です。1年に2回ある昼と夜の長さがほぼ同じ日ですね。そろそろ出来上がりです。もしこの動画を気に入っていただけたら、いいねボタンを押していただけると、これからの活動の励みになります。また、ご感想やご質問、書いてほしいリクエストなど、コメント欄にお待ちしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんの今日が良い一日でありますように、お祈りしています。ありがとうございました。